はい、こんにちは。クロスロード山中店長です。今日はですね、原付2市で、プチツーリングしてきました。場所はですね、お店からだいたい30キロぐらいですかね。横浜の磯子にある、杉田臨海緑地っていうところです。釣り公園っていうわけじゃないんですけども、釣りが可能な公園らしくてですね、事前に調べてですね、ちょっと行ってみました。で、釣りはですね、子供の時から好きで、今でも年に何回か行くんですけども、こういうですね、海のおかっぱりの公園みたいなところがすごい久しぶりなので、ちょっと楽しみですね。で、車の無料駐車場もあってですね、でバイクはもう止め放題でしたね。で、行った時間は昼過ぎだったんですけども、だいぶ釣り場も空いてましたね。で、仲のいいお客さんがですね、この近所に住んでてですね、で海釣りしたことがないっていうことだったので、ちょっと誘ってですね、一緒に釣りしてみました。で、この近くにですね、磯子の海釣り施設っていうのがあるんですけども、この間台風でですね、破壊されてて、釣りができない状態になっているらしいですね。ここはなんか全然、台風の被害がなさそうな感じでしたね。行った日はですね、風もなくて、天気も良くて、すごい気持ちのいい日でした。で、初めて行く釣り場だったので、何が釣れるかちょっと分かんなかったんですけども、この時期、秋だったので、カワハギとかが釣れたら嬉しいかなって思いました。で、釣り始めてしばらくしてすぐカワハギちっちゃいのが釣れたんですけども、それ動画映ってなかったんですよね。で、ちっちゃかったんでそれはリリースしましたね。で、友達も来てですね、一緒に釣り始めて、当たりはですね、細かい当たり結構あるんですけど、なかなかこう乗ってくれなくて、で釣れてくるのはちっちゃいハゼとか、が多かったですね。これハゼですね。小さいハゼとかはね、もちろんリリースして、これはフグですね。フグもリリースしました。で、これがウミタナゴかな。釣れたのはウミタナゴと、ベラと、あとアイゴですね。みんなサイズはですね、そんな大きくなくて、リリースしても良かったんですけども、海釣り初めてっていう友達がいたんで、せっかく、自分で釣った魚をですね、食べてみようということで、ベラもですね、僕食べたことなかったんですけども、ちょっと持ち帰ってってですね、さばいてみました。ベラはですね、関東の方の人はほとんど食べないんですけども、関西の方に行くと九泉と呼ばれてて、普通に、食べるっていう魚なので食べれないことはないですよね。ただなんかみんな、こっちの方の人はリリースしちゃいますね。で、全部塩焼きです。内臓を取って。ウミタナゴとアイゴはですね、そんなに癖もなく、普通に美味しかったですね。で、ベラはですね、白身の魚なんですけども、若干、癖あるかなって感じでした。で、全部、ありがたくいただきました。ごちそうさまでした。で、久しぶりのですね、おかっぱりからのですね、釣りだったんですけども、なんか楽しかったですね。で、バイクだと、気軽に、行けるので、また、ちょっとタイミング見ていこうかなと思ってます。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いします。